杉山敦子と酒井さだみちの翻訳マッハ、はい、はい、翻訳マッハ2024年、7月号のその1でございます、はい、翻訳マッハは、毎月月例でやっております翻訳ミステリーの所要番組でございます。前回に引き続き対面で、はい、この黒い方とやっております杉山敦子でございます、はい、酒井さだみちでございます。言わないと誰か分かんないです、うん、中が若林文とか入れ替わってても、うん、多分これ分かんないですよね声を出さない限り分かんないですね。そうそうそう、あの僕ねこの後、うん、南アルプスに行くんですよ、うん、子供の学童保育時代のお友達と、毎年ね学童保育で海の日に今ほら海の日って土日に帰らなくなってるじゃないですか、うん、あそこであのキャンプに行ってたんですよ、うん、だからそれでキャンプに行こうって話になって、なんとこの動画を撮った後一旦家に帰って物を置いたら南アルプス市に帰ります。あ、結局お家帰るんですか。帰ります。この本持ってくの嫌だから。あ、そうそうそういうことです、ね、あとゲラチェックしないといけないんで。それは私のせいじゃない。あの月曜日にゲラも落とさなくちゃいけないというですね、ゲラをちょっとチェックするための道具を持って南アルプスに今から行きます。南アルプスは山の上だそうですよ。え、ひょっとして登山するんですか。いや、しない。そこまではいかない。そこまでもちょっと体力が今なくて、うん、今こんな暑い中で登山したら僕は死にます。あ、そっかそっか、死にます。はい、山が涼しくても死ぬと思うんですよ、ね、あのタクシーを平崎駅前に待たせて、はい、まで行きます。いいよ、頑張らないよ、そこまでは。なのでちょっとまあこの後ね、ミステリーが離れた健康的な生活に行きますけど、うん、不健康な殺人とかの陰謀の話題をちょっとしてからですね。そう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 ですね。あの下界の海を走ってからこう綺麗な、そうですそうです。今日はだからそういうあのドロドロしたものをいっぱい吐き出してから行こうと思いますけど、じゃあ1冊目いっていいでしょうか。あ、どうぞ。はい、私1冊目はですね、スティーブン・キング、死者は嘘をつかない、土屋明さんやかな、土屋明さん役で文春文庫でございます。これね、この間あのあれが、なんだっけ、いつもタイトル忘れるように、サマー、ビリー・サマーズ、ね、ビリー・サマーズ、やりましたけど、まあ、キングってとっても文庫のジャンルも出るんですよね。そう、そうですね。短編集とかね。で、短い長編なんかは、分厚い本じゃなくて、また文庫で読みやすく出してくれたりするんですけど、今回はですね、なんて言うんだろう、もうこれ不思議な話ですね。ビリー・サマーズは、まあ、なんていうか、犯罪小説だったじゃないですか。で、今回は、ホラーなんですよ。何しろ、冒頭からね、これはホラーですよ。これはホラーストーリーだと思っている、読んで確かめてほしい、見てほしいって、語り手が言うぐらい、まあ、ホラーなんですけど、ちょっと変わった始まり方をするんですよね。冒頭ね、これ主人公はジェイミー・コンクリーっていう、まあ、子供、最初に出てきたのは小学校1年生の少年なんですけれど、その段階で、まあ、隣人のですね、隣人じゃないか、どうだろうかですね、まあ、亡くなったってことはお母さんから告げられて、これはシングルマザーに育てられていて、お母さんは文芸エージェント、いわゆるその出版の、出版社と作者をつなぐ役割をする代理人ですね、をやって仕事をしているんですけど、その人がその、まあ、近しい人が亡くなったっていうんですけど、読んでるとですね、このジェイミーがそのミスター・バーケットの人物と話していて、ミスター・バーケットが死んだっつってミスター・バーケットの話ですって、どういうことって思うと、これはあのジェイミーには死者が見えるんですね。で、死者は、その自分の慣れ親しんだ場所の近くに現れると。で、だからいつもそうやってジェイミーは死者とこう話したりして、いわゆる自爆霊みたいなものは、まあ、自爆霊って言いますけど、あの日本では自爆霊と言います。ああいうものはやっぱり自分が自己死した人とかはその自己死した付近に現れたりするらしいんですけど、それで、話をしている。ただお母さんにはそのことを、ちょっと周りの人に薄気味やられるから言っちゃいけないですよって言われてるんですが、ある日ですね、大変なことが起きちゃうんですね。何が起きるかというと、お母さんのは仕事で失敗して、今唯一ですね、
レジス・トーマスというベストセラー作家あのです、ね、ファンタジー作家の、印税、印税というか仕事が頼りに生きているわけですけど、レジスが死んじゃうんですね。机でこうやって仕事してて、これで、死んじゃったまずい。で、ジェイミーちょっと来て、そこにレジスはいると言ってですね、レジス・トーマスはそこにいるわけです。そしてレジス・トーマスに、ジェイミーは何をするかというと、お母さんに呼ばれて、そこの今書きかけの原稿の続きを、何を考えていたかを述べてもらうと。でお母さんはそれをゴーストライターを立ててですね、レジス・トーマスの、意向があったという体で出版して、でお金にしようと考えるわけですね。というのが冒頭のとか、まあ、いくつかのそういう死者の話がいくつか連なっていくオムニバス形式に近い話の物語なんですけど、それが冒頭で出てくる死者の話なんですね。でここでちょっと一つ疑問があるんですけど、そんな風に言われたけど、レジス・トーマスがそれで内容についてしっちゃかめっちゃかなことを教えたらどうするの、で成立しないじゃんその話って。それは大丈夫なんですね。このタイトルにある通り、死者は嘘をつかないというね、嘘をつけないという設定、これが面白いところで、嘘がつけない死者の話を引き出していくというところが、毎回そのいろんな死者に会う時のそのトピックになるわけですね。でその話だけじゃなくて、例えばその町を騒がしている爆弾魔の事件とかですね、それ以外にもさまざまなその犯罪に絡む話が出てきて、それとジェイミーは触れ合っていく、確か死者が出てくる話なんで、まあ、死が、まあ、身近にある少年なわけですね。そういった話をしているうちにジェイミーは少しずつ成長を遂げていって、これ実は回想記の形で書かれていて、すでに成人した中年男にもジェイミーがなっているんですけど、それが自分の子供時代について話すというね、キングにありがちなというか、スタンドバイミーでおなじみのですね、回想記小説になっております。中にはその過去のキングの話もできたような衣装が出てくる場面もありますし、キングのファンにはもちろん楽しめますが、キングの本って分厚くて2巻組なんでしょっていう方にも、文句なく楽しんでいただける楽しいゴーストストーリーであり、ホラーストーリーですね。結構まあホラーとしては惨殺された人の死体が出てきますので、まあそういうのはまあちょっとむごい描写もあるんですけど、まあ、割とキングとしてはない方といいますか、少年の成長期よりによってるんで読みやすいんじゃないかと思います。まあ、面白い小説なので、うん、薄いですしね、360ページぐらいしかないから全然ストレスなく、まあ、キングは大体厚くてもストレスなくありますけど、楽しく読めるんじゃないかなと思います。これあれですよね、なんでこの番組で取り上げるかっていうことで、うん、そのまあもちろんその幽霊見る、うん、まあそれはもう完全にホラーですよ、はいはい、で、あとはまあ幽霊以上にスーパーナチュラルなやつも出てくるんで、うん、まあそういう意味でもキングのホラホラらしいところがあるというところなんですけど、はい、最後の方になると、あこれクライムノベルでもあるんだなっていうような展開もあるので、ミステリーファンもすごく楽しみです。なので、まあ、もちろんキングのファンだってことだったら、うん、まあ、それはもちろん超おすすめなんですけど、はいはい、ミステリーのファンもこういう番組とか書評とかでミステリーですよっておすすめされて、最初のうち全然違うじゃん書評家の人にとって、そうそう、何デタラメ言ってるのって思いながら読んでいくと、だん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 こうクライムノベルに寄っていくんですよ。あなるほどこういうことだったのかっていうような楽しみ方も、はい、多分できるのかなと思いますので、はい、はい、これはおすすめです、はい、薄いですしね。そうですね、ヤングアダルトっぽいところもありますしね、うん、まあ、いろんな方が読んで楽しめるんじゃないかなと思います。うん、死者は嘘をつかない、スティーブン・キング、土屋明役、文春文庫でございました。はい、じゃあお願いします。ちょっと私の1冊目ですが、はいはい、アリス・フィニーの、はい、グッド・バッド・ガール、はい、役者は越智睦美さん、はい、です。草原推理、やっぱり草原推理ブックが出てるということです。まあ、アリス・フィニーは彼と彼女の衝撃の瞬間とか、うん、彼は彼女の顔が見えないとか、うん、まあもう、まあ、この2作出たところでもうほぼほぼ騙しが上手い人なんだなっていう風な定評も確立したと思うんですね。うんうん、で、グッドバッドガールはじゃあどういう話なのかというと、
これあの 母と娘の話なんですよ。世の母親と娘たちにっていう賢治がいきなりポーンと一文で出てきて、うん、あそういう方向で進むのねっていう風なのが、まあ、もう読者には分かった上で、うん、あの物語が始まるということになります。で、まあ、まずですね、フランキーっていう人が出てきて、うん、この人は、まあ、ちょっと最初のうちどういう状況にこの人が置かれてるのかってちょっと分かりづらいような書き方になってるんですけど、まあ、あのかいつまんで言いますと、この人はあの刑務所の図書室の室長なんです、うん、はい、で本が大好きで師匠になってたんですけど、まあいろいろうまくいかず、うん、まあちゃんとした図書館っていうと変ですけど、うん、まあ、そういうところでは勤められずですね、結局刑務所の図書室の室長として働いているということで、まあ、ちょっとそういう自分の境遇にはモヤモヤがやっぱりあります、うん、いう人です。で、その人がなんか娘を懐かしむような記述がちょっと続くんですね、うん、あれこの人娘さん亡くされてるのかなと思いながら読者は読むことになります、うん、ただ最初のうちはそれ本当に息子さん娘さんが亡くなってるかどうか分からない、うん、確定でなんか書き方されてないまま進んでいきます、で、あとは母の日だってことでお母さんに会いに行く描写が入るんですね、うん、でお母さんに語りかけてもお母さん何にも返さないんですよ、うん、おかしいなって思ってると、まあ、その章の中で書かれるからちょっと言っちゃいますけど、うん、まあ、実はもうお母さんもうすでに亡くなってて、うん、お墓に語りかけるんだ、まあ、そういうシチュエーションだったというのが分かってくるんです。そういう人がいます、うん、で章が切り替わって、今度はペイシェンスっていう18歳の少女の話になります。で少女って言いましたけどこれ実は学生ではないです。もうすでに働いてる。どこで働いてるかというとロンドンのケアハウスですね。そろそろ人生の最後を迎えるのかなというおじいさんとおばあさんが暮らしてる、まあ、老人介護施設みたいなところです。そこで職員として働いてますということです。で、この人は80歳のエリスっていうおばあさんと結構仲がいいんです、うん、エリスって人は気難しくて他の職員とはあんまり仲良くないんですけど、うん、この人とは馬が合う、よく友達みたいなおしゃべりをしているという感じなんですけれども、このペルシェンスがですね登場した最初の章の確か最後だったと思うんですけど、うん、いきなりこんなことを言い出すんですよ。しかしエデスにはほとんど全てのことで嘘をついていた、うん、おっとっていう感じじゃないですか、さすがある種芸人ですね、うん、おーとなる、うん、で続いて次の章で出てくるのが今度はエデスって人です。でこのエデスって人はどういう人かっていうと、まあ先ほど申し上げた通り、うん、ペイシェンスの仲のいいおばあさんです、うん、でこの人がの視点になる章もあるんですね。でこの人はどうもちょっと娘さんと折り合いが悪くて、うん、老人自宅におれず老人介護施設に勝手に放り込まれたと、うん、これちょっと微妙な言い方をしますね、うん、ご本人は思ってるんです。で、そういうことでこう仲悪そうな描写が延々と続いてちょっと不満たらたらといったところで、うん、まあやってると娘さんがやってくるんですね、うん、その仲悪いって言われた。で会話見てると確かに仲が悪そう、うん、でこの娘さんがなんかものすごく久しぶりにやってきたっぽい。でなんでやってきたかっていうと、お金がないのでそろそろここの入所費用を払えませんって言い出すわけですよ、うん、でとかなって、なんという親孝行者だみたいな会話が入った後に、うん、まあどうするんだみたいな話で、まあ物別れみたいな感じで会話が終わります、うん、ですいませんね、まだ続くんですよ。でもう一人視点人物がいて、これ誰かっていうとクリオって言うんです。で、これも女性です。で、このクリオがさっきの80歳のエディスの娘なんです。うん、で、このエディスの娘がですね、ケアホーム、ケアハウスの、所長のところに行って、お金ないんだけれども、なんとかなりませんみたいな話をするんですよ。でも所長はすごく身分もない、うん、お金がないんだったら出ていくようになります。まあそいうような話をしてて、もうどうしようもないですよね、うん、みたいな感じで、でもなんとかできないのかと、うん、みたいな話をすると、うん、で、まあでもまだお金を払ってる期間だから、うん、この後貧乏で追い出されるっつっても、いる間にそのお母さんに
何かあったらただじゃ済まないぞみたいなこともいて言ってると思う、うん、あれなんかこうさっきエリスとこの人仲が悪いっていう話だったけどなんかちょっと違いそうだなみたいなのがちょっと分かるんですね、うん、というような話が終わった後にまたペイシェンスに話が戻ってくるんです、うん、でペイシェンスはここで何やってるかっていうと自分をバスタード呼ばわりする、うん、あのまあ、要は私生児って言うんですけど、うん、まあ、クソ野郎とかそういう風に訳した方がいいかなと。でそのバスタード呼ばわりするおじいさんがいるんですよ、うん、でそのおじいさんムカつくっていうんでその人から何か物取ってやろうってその人の部屋に入るわけですね。で入ったところそのじいさんが、まあ、他にもいろいろ暴言他の人にもいろいろ暴言する人なんですけど、あの自分の亡くなった妻宛てにすごい愛情を得たから手紙書いてるのが分かるんです。でちょっと これはみたいな感じでちょっと物取るのやめようってことで、うん、あの財布とか元に戻すんですよ。でそこをケアハウスの社長に見とがめられちゃうんですね、うん、で戻しているところとは認識せずに取ろうとしているところだというふうに社長は認識してクビにしてやるとか言い出すわけです、うん、で、どうぞご随意にとかペーシェンスもあの強気で言うんですけど、あのここでクビにするだけじゃなくてその介護業界全部に悪評を、うん、あの回すから、うん、あなたはもうこの仕事はできなくなるようにしてやるとか所長が言うんですね、うん、でもペーシェンスはなんか平気っぽい、うん、なんでかっていうとペーシェンスという名前は本名じゃないからまた字の文でなんかすごいことで書き出すんですね、うん、なんかこうすごいなこの小説、うん、あの今さらっとなあのさらっとじゃないですけど結構詳しく言ったように見えますけど、うん、これ50ページぐらいしか進んでないんですけど何個なんかんっていうところがありましたってことで、まあ、結構その状況がふわふわしてるというか、うん、その見えてる通りのことじゃないっていう小説なんですね、うん、それがずっとこの後もずっと続く、うん、まあ、そういう小説だと思ってください、うん、で、でそのうちエリスがあのこのケアホームからいなくなっちゃうんですね、うん、でいなくなって、でしかもそれとほぼ同時にこのさっき言った所長ですね、所長の変死体が見つかるんです。でこっからやっとここのお城で書かれてるあのあらすじに、うん、到達して、さあこの後どうなるっていう話です、うん、で、まあ、これあの、まあ、誰も彼もが何か隠してるんですね、うん、あのなんかやっててそれを隠してるみたいな話がずっと続いているということで、それがだんだんじわ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 玉ねぎの皮を剥くように、うん、あの分かっていくんですけど、この玉ねぎの皮一枚剥いて出てくるのがまたすごいんです、ね、うん、そうっていう、そういうのが連続していく小説です。だからまあどんでん返しが連続していくってまあ言っちゃっていいと思いますよ、これは。もう本当にどんでん返しの名手なんだなということです。あの最後で一発くるっとひっくり返して終わりじゃないんです、うん、最初からなんかえっていうのがバーッと続いていく、うん、まあ、そういう小説です。で、実は私あのさっき申し上げたあらすじのところで一番最初の主張のこと一切触れてないんです、はいはい、あのなんで触れなかったかというと、スレスレすぎて何も言えないと私は判断しました、うん、なるほど。あのですね、あの嘘つかないように説明ができない。ああ、はい、わかりました。うん、あのもうこれぐらいしか言えないんですよ。で、多分そうは言っても最初に読む方はあの最初の章を読んだ時に酒井貞道これが説明できないなんて書評家失格だなとか多分思うはずなんですよ。うん、これが要約できないのアホなんじゃねっていう。うん、でもね、あの最後まで読んでもう一回読み返してください。これを嘘をつかずに説明をすることは。やれるものならやってくれっていう、こうそういう小説です、はい。ということ でしかもまあそういうその逆転というのがその私今日最初の方しか説明してないんですけど、うん、最後の最後にずっとあるんですよ。で、それで最後の最後にどうなっていくかっていうと、これはもう最初の検事検定のところで説明した通り母と娘の話に修練していくんですね、うん、でこれがまた味わい深い、はいはい、あの多分アリス・フィーニー史上一番味わい深いんじゃないかなと私は思います。あ、そうですね、まあ、別に私が泣いたかどうかなんてどうでもいいと思いますけど、まあ、私は久々にちょっと涙腺が緩みました、うん、まあ、そういう小説ですので、これはすごくおすすめでございます、はい、ということでアリス・フィーニーの、グッド・バッド・ガールでした。
やっぱりキャラクター小説といいますか、キャラクターがだんだん顔を明らかにしていくところで読ませる小説ですよね。過去の小説もそうだったんですけど、その最初はよく分かんないキャラクターがだんだん実はどうなのかっていうことを分からせていくということで、だんだんそのキャラクターが読者の心に浸透していって、浸透しきるとそれまで見えたものに変わってくるから、見え方がどんどん変わっていってっていう形で、それは複数のキャラクターで足し点でやるものだから、まあ、ずっと驚きが連続して、で最後は見始める前の印象と全然違う印象になって終わるというね、あ、まあなんていうか非常に後者ですよね、この人はね、うまいなぁと。でもこれは今まで3冊か3冊あれ、これ中でやっぱり4冊目なのかな、いや草原で2冊、あともう1冊なのか、あそこで出たから講談社で出ました。4冊目ですけども、これがやっぱり今までの中で最高に傑作と言っていいんじゃないかなと思いました。素晴らしいですよね、スリラーというかサスペンスというか、まあ、もう一人草原はね、こういう心理スリラーをいっぱい書いて出してるんですけど、その中でもやはりいい成長株になったなという気がいたしました。もうすごい好きな小説ですね。まあ、草原推理文庫も結構力を入れてるんですよね。なんでかっていうと、相変わらず登場人物表がないんですよ。必ず入れてくる草原がアリス・フィーニーのためにはってことで、登場人物表を入れてない、余談を許さないようにするというね。まあ確かに書きづらいと思うんだけど、名前ぐらい出しておいてもいいんじゃないかな名前ぐらいは、まあでも本名じゃないという人もいるからね、そうそうですね、と言われた人とかね、それでもいいんじゃないかなと。まあまあいいと思いますけど、はい、はい、でも大変面白いので、ということでおすすめでございます、はいはい、というわけでその1でございました。